ヨハンゴットフリートヘルダー、ヨハンゴットフリートヘルダー、ヨハンゴットフリードフォンヘルダー、1744年8月25日から1803年12月18日は、ドイツの哲学者、文学者、詩人、神学者。カントの哲学などに触発され、若きゲーテや、シュトルムーントドラング、ドイツ古典主義文学及びドイツロマン主義に、 多大な影響を残すなどドイツ文学、哲学両面において忘れることの来ない人物である。優れた言語論や歴史哲学、施策を残したほか、一世を風靡していたカントの超越論的、観念論の哲学と対決し、歴史的、人間発生学的な見地から自身の哲学を展開し、カントの哲学とは違った面で20世紀の哲学に影響を与えた人物としても知られている。 息子には、地質学者、鉱物学者のジー・ムント・アウグスト・ボルフガング・ヘルダーが、いる。孫息子は、植物学者のフェルディナント・ゴットフリート・フォン・ヘルダーである。東プロイセン・モールンゲン、現在のポーランド・バルミア・マズールイ県オストルダ軍、モロンクに、織物職人の子として生まれる。家庭はは裕福ではなく、父親は、オルガン奏者や小学校の教員などで家計を、維持していた。 ヘルダーは学校では抜群の成績を残していたが、貧困のため大学には進学できずにいた。1761年、七年戦争からロシアへ引き上げる途中、モールンゲンに駐在していた軍医によって、ヘルダーの才能が見出され、軍医は彼を下界にするために、ケーニヒスベルクへ連れて行き、ケーニヒスベルク大学の医学部に入学させた。しかし、 医学部の授業には馴染めず進学部に転部。たまたま東大学で哲学を担当していたカントの講義を聞き、大いに刺激を受けた。その後も、死、友人、ライバルとして、カントは、生涯を通じて、ヘルダーに影響を与えた人物であった。当地では、カント以上に信仰が深かった人物がいた。北野博士の異名を持つ、思想家ハーマンである。ハーマンは、 ケイリヒスベルク出身でヘルダーが当地で学んでいた時はすでにロンドンの改新の後であり当地に戻って英文学やイスラム学を研究していたハーマン家は代々眼科でヘルダーが眼病を患ってハーマンの診療所に通ったことが彼を知る起源であったと言われている経験なヘルダーにとってハーマンの存在は魅力的でありハーマンからシェイクスピアの文学や ディビット・ヒュームの哲学などを学んだと言われていい。その後ヘルダーは大学卒業後、ハーマンの紹介で、ケーニフィスベルクより、さらに北方のリガの大聖堂の説教師に就くことができた。当地リガでは熱心な教育ぶりが買われ、好評であった。また、ハーマンの発行する文芸新聞に、ハーマンの詩の批評をすることができた。この批評も好評で、 ヘルダーの文芸評論の才能を世間に認めさせることになった。1766年からは文筆活動も開始、現代ドイツ文学談章を出版。これは、ゴッドホルト・エフライム・レッシング、モーゼス・メンデルス・ゾーン、トマス・アップトラが中心となって編集していた、最近のドイツ文学に関する文学書館という雑誌に対する見解画になっており、後の文芸評論に、 大きな影響を与えた。すでにこの中に歴史主義的な見解が述べられ、ヘルダーの言語哲学、歴史哲学の大元が出来上がっている。この文芸評論によって、たちまち著名になったヘルダーであったが、開判時の同評論における、ベルリン大学の有弁術教授、クリスティアン・アドルフ・クロッツの死に対する評価が原因で、クロンによる非難が始まり、論争になった。 ついで出版された批判論争やヘブライ人の考古学など歴史家としてのヘルダーの著作が反信論的な見解によってリガで聖職者の身である人物にふさわしくないと非難される。これも一因となって彼はリガを去りフランス文学に対する知見を広めようとフランスへ向けて旅立った。1769年であったリガから中継地を経て パリにまで赴いた記録が、フランスへの旅の西という著作である。ヘルダーは、フランスの哲学者の著作などを読み漁り、パリでは、ディドロやダランベールを訪問した。ほどなくして、ドイツの王子の教養旅行の同伴者の話が来て、また、ドイツへと帰った。1770年のことであった。ドイツへの帰路線が難破したが、運よく、救い出され、九死に衣装を得た。 途中のハンブルクでは、レッシングと会うことができた。その後、任務である王子のお供をし、イタリアへと旅立った。途中の街で、妻になる、カロリーネフラックスラントに会う。しかし、宮中の他の人物たちと馬が合わず、なかなか思うようにいかない旅行だった。そこへ彼の性格に適した牧師の話が届き、シュトラスブルク滞在中、王子に同伴の事態を申し入れる。 眼病を癒しながら、その準備をしていたとき、当地の学生であった若きゲーテがヘルダーを訪ねてるという、ドイツ文学史上特筆すべき出会いがあった。ゲーテはヘルダーから、シュトルムウント・ドラングという新しい文学館を吹き込まれたのであった。1771年の春であった。また、かねてからヘルダーの哲学において、常に関心の中心にあった言語の問題に関する。 検証論文を執筆し、言語起源論として1772年に出版した。ヨハン・ペーター・ジュスミルヒ、ヨハン・ピーター・サスミルチの言語真珠説に対して、ヘルダーは言語を人間によってのみ作り出されたもので、あるとし、神による創造を徹頭徹尾否定したのである。この書は、神秘的な思想を持つ師匠のハーマンには批判されたが、後の世のビルヘルム・フォン・フンボルトなどにも影響を与え、 後の近代言語学の礎にもなった。シュトラスブルク滞在後、かねてから望んでいた牧師の職に就いた。場所は、ザクセン公国、ゲンニーダーザクセン州の小都市、ビュッケブルク、バックバーグである。文学だけでは、生形がままならず、孤独な時期でもあった。1776年、バイマルで政治家をしていたゲートの尽力により、 バイマル広告の州務管区の総監督に就くことができ、学者として大いに活躍することができた。この頃のゲーテは、すでに疾風怒涛の時代を離れていた。1780年代には、ヘルダーはゲーテと共同で投じたブーであった、スピノザの哲学を研究するなど、ドイツでも屈指の著名な学者になっていた。1784年から1791年に、 かけて、未完の大著、人類歴史哲学校を表し、人類の歴史の発展過程を、人間性という概念を軸に論述した。また、フランス革命に感銘を受け、人間性促進のための書簡を表した。これはかの歴史的出来事を、ヘルダーの意拠した人間性の観点から考察したものである。いずれも、古典主義文学に見られる、ゲーテの美的世界観に対する批判でもあった。 これらの書に対しては、ゲーテやシラー、カントらから厳しい評価がなされる。これへの応酬として、ヘルダーは、かつての恩師で当時ドイツ哲学会を席巻していた、カントの唱えた批判哲学に対する再批判の書、純粋理性批判のメタ批判、仮合音を表す。ヘルダーによれば、カントの哲学は、人間の意識を個々の書能力に分解し、対象世界を現象と、 物自体という非生命的なものに分断しており、純粋な理性やアプリオリな認識などは人間理性本来の姿をわきまえない単なる言葉の乱用であり、カント哲学は人間理性本来の姿である言語の問題を一向に直視していないとい、人間性、歴史性を重視するヘルダーの哲学らしい立場を見せるが、これらの書で彼のカント哲学に対する誤解や、 理解不足が認められたのも事実であった。しかし、ヘルダーの哲学が19世紀から20世紀にかけて、カント以来のドイツ観念論哲学が批判的に検討され、歴史主義や人間学的な立場が旺盛になるにつれて、この先駆を成すものの一つとして評価されていることも見逃せない。文化の中心地バイマルにおいて、ヘルダーにしてみれば、時代が自身の考えを受け入れようとはせず、 友人や恩師とも論争を繰り返さなければならないという苦悩の晩年を過ごしつつ、1803年に59歳で没した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。